平野翔のファッションが売り切れ続出。ナンバーアンダーライン愛の影響力が市場を揺るがす真の理由。キシユタの動画がコンビニを熱狂の渦に。神宮寺ユ太タが見せた未来予想図とは、広告やメディアにおける影響力を持つ芸能人の存在が近年ますます重要視されている。特に神宮寺ユ太、タ、平野翔、岸優太キシユタが結成した新グループ、ナンバーアンダーライン愛の影響力は、 その規模と範囲で他を圧倒している。彼らの影響力は、単なるファンベースを超え、購買行動に直接的な影響を及ぼす力を持つことが証明されている。神宮寺雄太が移籍後初めて表紙を飾った GQ ジャパン12月号特別版は、その発売前から各ネット書店で瞬く間に売り切れ、ファンがこぞって予約を試みたが多くが失敗に終わる事態となった。この、瞬殺状態は、 彼の人気が依然として健在であることを示すと同時に、ファンの購買力が非常に高いことを浮き彫りにしている。この現象は、ただ雑誌の表紙を飾るだけでなく、その背後にあるストーリー、すなわち神宮寺がデニムの聖地瀬戸内を訪れ、その文化や製造過程を深く学んだ経験がファンにとっても魅力的に映ったからだと考えられる。彼の移籍後の新たなスタートに伴い、ファンの関心は一層高まり、 彼がこれからどのような道を歩むのか、どのように成長していくのかという期待が膨らんでいる。インタビューで彼が語った未来予想図は、その期待をさらに加速させる要因となった。ジャパニーズデニムという日本の伝統と彼自身の新たな挑戦が結びつくことで、ファンは彼に対してさらに強い共感と支持を寄せているのである。このような現象は神宮寺だけに限らず、平野省のファッション誌、 エルジャポン11月号での表紙登場でも同様の現象が見られた。彼の登場により、わずか1日で10番が決定するほどの売れ行きを見せ、店頭では抽選制販売が行われるほどの熱狂ぶりだった。彼が、完売キングと称されるのも、この圧倒的な人気と購買力の高さが背景にある。さらに、平野が Instagram に投稿した写真や動画が引き起こす波及効果は計り知れない。 彼が着用したアイテムが瞬く間に売り切れ、ブランド担当者が嬉しい悲鳴を上げるほどの受注を記録するなど、ファンの購買行動に直接的な影響を与えている。また、岸優太のシュールな SNS 投稿ですら、ファンに大きな影響を与えた。彼がフランクフルトを回しているだけの動画が公開された後、多くのファンが同じ商品を購入し、その結果としてコンビニでのフランクフルトの売り切れが相次ぐという現象が起きた。 このような些細な投稿でも、ファンの購買行動に影響を与えることができるのは、彼らが持つカリスマ性とファンとの強い絆によるものである。この現象は広告業界にとっても無視できないものであり、今後、ナンバーアンダーラインイのメンバーが個人やグループとして広告に出演することで、さらなるバカ売れ現象が起きることが予想される。彼らの影響力は、単なるファンの支持にとどまらず、 実際の市場においても大きな波を起こしうるものとなっている。広告業界や企業は、この影響力をどのように活用し、彼らの持つファン層をターゲットにしていくのか、その戦略が今後のビジネス展開において重要なポイントとなるだろう。一方で、このような熱狂的な支持と購買力がもたらす社会的影響も考慮する必要がある。彼らの SNS 投稿が直接的に商品やサービスの売れ行きを左右する現象は、 一見ポジティブなものとして捉えられがちだが、同時に消費者行動が一部の影響力者によって過度に左右されるリスクも存在する。消費者が真に必要としているものではなく、単に憧れや模倣のために商品を購入するという傾向が強まることは、市場の健全性に疑問を投げかける要因となりうる。これらの状況を踏まえると、企業や広告業界は、単なる売上向上を目指すだけでなく、 消費者に対して真に価値のある情報や製品を提供することを重視するべきである。また、影響力者自身も、その影響力をどのように行使するかについての責任を意識する必要がある。彼らが発信する情報やメッセージが社会に与える影響を考慮し、ファンとの信頼関係を維持しながら、健全な消費文化の形成に寄与することが求められる。今後 ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどのような形でその影響力を発揮し、広告業界や市場にどのような変革をもたらすのか、その動向は注目に値する。彼らが持つ力をどのように活用し、社会全体にポジティブな影響を与えることができるのか、これからの展開に期待が寄せられる。彼らの成功は、単に一時的なブームにとどまらず、 長期的に持続可能な影響力として社会に貢献することができるかどうかにかかっているといえるだろう。最後に、読者の皆さんに問いかけたい。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーや他の影響力者たちが持つこの圧倒的な影響力について、あなたはどう感じますか彼らの影響力があなたの購買行動にどのような影響を与えているのでしょうかその影響力をどのように捉え、また、 これからどのように活用していくべきだと考えますか皆さんの意見をぜひお聞かせください。神宮寺勇太、平野翔岸優太という3人のカリスマ的な存在は、ファンの心を掴んで離さない。彼らが新たに結成した、no.、ナンバーアンダーライン愛は、今後の日本のエンターテインメント業界において、どのような影響を与えるのかその動向は、彼らの影響力がこれまでの枠を超えて、 どれだけ広範囲に及ぶかに大きく依存しているだろう。これまで見られてきた爆発的な購買力の背景には、単なるファンの熱狂だけでなく、彼らが持つ、共感を生む力があると考えられる。共感というのは、単なる行為や支持を超えた、より深いレベルでの感情のつながりである。彼らの SNS 投稿やメディアでの露出は、ファンの日常生活と密接に結びつき、 まるで彼らが個々のファンの生活に溶け込んでいるかのような錯覚を生む。これにより、ファンは単に商品やサービスを消費するだけでなく、彼らの価値観やライフスタイルを共有し、共に歩む仲間であるかのような感覚を抱くのである。この感覚が、ファンの購買行動を強力に後押しし、結果として市場に大きな影響を与えるのだ。さらに、 彼らの影響力が広告業界や企業にとってどれほど価値があるかを理解するためには、その力がどのように社会的な動向やトレンドと結びついているかを分析する必要がある。例えば、平野が着用したファッションアイテムが瞬時に売り切れるという現象は、彼自身が一種のトレンドセッターとして認識されていることを意味している。このような影響力は、従来の広告手法では得られないものであり、 SNS やインターネットの普及がそれを可能にしている。しかし、このような状況にはリスクも伴う。影響力が強すぎると、それが逆効果を生む場合もある。過度な人気や熱狂が、ファンの経済的負担を増大させることや、特定の商品やサービスに対する過剰な期待を生むことも考えられる。企業や広告業界は、このようなリスクを認識し、 バランスの取れたプロモーション戦略を構築する必要があるだろう。また、影響力者自身も、その影響力が持つポテンシャルを理解し、責任を持って行動することが求められる。未来を予測することは困難だが、一つ確かなことは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが今後もその圧倒的な影響力を持続させる可能性が高いということだ。彼らがメディアや SNS を通じて発信するメッセージは、 ますます多くの人々に届き、それが新たな購買行動やトレンドを生み出していくだろう。彼らの成功の鍵は、ファンとのつながりを維持しつつ、新たなチャレンジを続けることにある。ファンが求めるのは、単なるエンターテインメントではなく、共感できる存在であり、その存在が日々の生活に彩りを添えるものである。ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し、次のステージへと進むのか、彼らが持つ可能性は無限大だ。 音楽、ファッション、ライフスタイルにおける新たなトレンドを生み出し続ける彼らの未来に期待が寄せられる。そして、私たちはその未来にどのように関わり、どのように影響を受けるのか、これからも注視していく必要があるだろう。最後にもう一度問いかけたい。あなたは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが持つこの影響力をどのように受け止めていますか その影響があなたの生活や価値観にどのような変化をもたらしているのでしょうか。今後、彼らがさらに広範囲に影響力を持つことになったとき、あなたはその影響をどのように感じ、どのように行動するでしょうか。あなたの意見をぜひお聞かせください。それは、私たちがこの新たな時代を理解し、より良い未来を共に築くための一歩となるかもしれません。